アメリカ合衆国の映画女優、イリノイ州シカゴ出身、チェコ系アメリカ人、両親は共に教師をしていたことがある。モデル時代にスカウトされ、コロンビア映画の徹底した管理のもと、ダイエットや歯の強制を行い、その妖艶な美貌で人気を集めた。1950年代に多くの映画に主演し、ピクニック、愛情物語、アルフレッド・ヒッチコック監督の めまいなどの作品は日本でも大ヒットした。その後ギャラをめぐる対立から専属だったコロンビア映画を離れる。1960年代以降は次第に出演作が減っていくが、ビリー・ワイルダー監督のねえ、キスしてよ。アガサ・クリスティ原作のクリスタル殺人事件などでは得難い存在感を示した。1991年を最後に女優業を引退。 2007年のインタビューでは、良い役があればまた演じる、可能性があると語っている。1960年代初頭、会う時はいつも他人を監督したリチャード・クワインと婚約していたが、後に解消。1965年にイギリス人俳優リチャード・ジョンソンと結婚したが、翌年離婚。1976年に獣医師と再婚し、オレゴン州に住む。 1996年に夕張市で開催された夕張国際冒険ファンタスティック映画祭96ではヤングファンタスティックグランプリ部門の審査員を務めている2006年に落馬事故にアイアバラ骨を折るなどの怪我を負うが回復している2010年には乳がんを患ったがこれからも後に回復している水彩画や油彩画彫刻なども手掛けるという 1956年、ロサンゼルスユニオン駅にて、ありがとうございます。